ごい。砂が流れてるわ。これどうなってるのかしら。目に砂が入っちゃうから気をつけてね。あの砂、どこまで流れていくのかしら。追われているのだろうか。周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた町が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に、
賞金稼ぎに取り付いたあれこそが、あの黒い敵が物語を正しい姿、もちろん。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎ。私が相手をしよう。期待に応えよ。戦況の好転に期待する。引かないぞ。賞金稼ぎを退けた男、お怪我はありませんか、王子。あなたの役割は、そして、さて、これからのこと、だいたいイメージできたかしら。よかった。じゃあこの調子で続けていきましょう。ママもサポートするから、大船に乗ったつもりでね。往々にして、酒場や食堂は人の集まる場所には機械の手足を。賞金稼ぎとして。得られる情報は漠然としている。
だが女は獲物の匂いを確かに嗅ぎ取っていた。女は獲物を追い店を後にする。物語の回収はあなたの失ったものを取り戻すためであり、あなたの願いを叶えるためでもある。だから焦らず着実に物語を集めていきましょうね。